今日のナイス川柳。ナイスな川柳を毎日更新中。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。かわいい川柳グッズを販売しています。概要欄のリンクからチェックしてください。勉強と言い聞かせている失恋。お題、レッスン。寺龍さん。友達の紹介、本当はマッチング。お題、ほら。アキソルさん。翔平のために始めた英会話。お題、妄想。トモコ1967。背と脇をなだめすかして D カップ。お題、四苦八苦。カエルヤギさん。穴開けて絞り出せぬかこの脂肪。お題、妄想。マココちゃん。方向性、決まらぬアイドル卒業後。お題、四苦八苦。マココちゃん。ヒゲ剃りのルート邪魔する吹き出物。お題、邪魔。マココちゃん。無言劇、いつまで続く妻の乱。お題、四苦八苦。キラリさん。チャーハンのグリーンピース除去手術。お題、四苦八苦。ライノさん。コーナーに取り残されるホコリたち。お題、コーナー。白玉さん。自転車のレッスン、そっと手を離す。お題、レッスン。すっぽんさん。反省を邪魔するポジティブ。まあいいか。お題、邪魔。ローズ桜子さん。同じ句を二度出し、セルフカバーです。お題、言い訳。 NBD デザインさん。90点、喜ぶ僕と嘆く君。お題、有頂天。村山健一。誰だっけ。会話しながらサーチする。お題、四苦八苦。チャーリーさん。髪を切り若返ったわね、ちびまる子。お題、有頂天。193さん。難読を伝えあぐねる電話口。お題、四苦八苦。ダンデライオンさん。ビタミン C 補給のためのレモンサワー。お題、ほら。花うららさん。